ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが霊夢、ゲームの改造ツールって知っているか？もちろん知っているわよ。ツルする人が使うものでしょ？まあざっくり言うとそんな感じだな。改造してできることはステータスの強化やアイテム所持数の増加とか、いわゆるゲームでのチート行為がやりたい放題なんだ。ゲームの楽しみ方としては絶対に間違っているわね。でも一昔前は改造ツールが売られていたんだぞ。そりゃ改造する道具は少し怪しげな店で売っているから流行したんじゃないの？いや、全国の家電量販店のゲームコーナーやゲームショップで普通に買えたんだ。そんなとんでもない時代があったの？そうなんだぜ。ということで今回はゲームのチートに関する歴史を解説していくぜ。まずはプロアクションリプレイだ。プロアクションリプレイはイギリスのデイテル社が作った改造ツールなんだ。1980年代後半からすでにあったみたいだな。日本では2006年6月までサイバーガジェット以降はデイテルジャパンによって販売されていた。初代ポケモン発売と同じぐらいの時期から店頭に並んでいるイメージだな。なんで堂々と改造ツールが販売されているの？ちなみにプレステの全盛期に裏技データローというメモリースティックが販売されていたんだが、このデータというのもプロアクションリプレイで改造されたものだったんだ。SFC から PS2 時代までは主流な改造ツールだったんだぜ。そりゃ堂々と売られたらね。改造してできることは冒頭でも言ったが、ステータスの強化やアイテム所持数の増加、あとは敵キャラを仲間にするなんてこともできるな。やりたい放題すぎて頭がついていかないんだけど。さらにゲームの難易度を大幅に上げることもできるんだぜ。何のためにそんなことやるのよ。単純に難しいゲームにゲーマーは燃えるに決まっているだろ。否定できないわ。おかげで歯ごたえのあるゲーム体験が可能になったんだぜ。さて改造の方法は、専用の道具にソフトを差し込んで直接データを書き換えるんだ。みんなそんな高度なことをしていたの？いや、プロアクションリプレイの最大の特徴はかなり簡単に改造ができるんだ。でもパソコンとかが必要なんでしょ？そんなもの必要はない。ヒビコードってやつを打ち込むんだ。なんだかヒビって言葉に惹かれるわ。このヒビコードはいわゆるチートコードだからな。え？これはメーカーの戦略だが、チートコードや改造コードのことをヒビコードと称して堂々と販売していたんだ。なんだか簡単に改造できちゃいそうなんだけど、多分私がこれで改造したら、改造したって気にならないと思うわ。お手軽に改造できるのがプロアクションリプレイの特徴だな。あまりのお手軽さに小学生の間でも普及していたぐらいなんだ。納得できるわね。改造って言うとなんだか大ごとっぽく聞こえるけど、簡単にすることによって改造している意識をなくしているのね。一応補足しておくと、パソコンを利用するものもあることはあるからな。さて、もちろんプロアクションリプレイはメーカー非公認の機械だから、2000年代後半頃からメーカーも対策をするんだ。そういえば、Wii や PS3 でのプロアクションリプレイの話は聞いたことないわね。それはプロアクションリプレイを使用したソフトに対してゲーム機が拒絶するように、対策を行ったからなんだぜ。確かにそれをやられるとゲーム自体が遊べなくなっちゃうわ。他にもソフト側に対策を仕込んだりもするんだ。ソフト側の対策？例えばドラクエ4のリメイクだと、裏技改造王、裏技キングという、不名誉な称号をゲットできたりするぜ。ソフト側からそれやられるときついわね。ちなみに名誉のために言っておくと、かなりやり込みをすることで改造せずに、この称号がゲットできるみたいだな。それもそれでびっくりするわよ。あと面白い対策方法があるんだ。面白い対策？チョコボの不思議なダンジョンというゲームの、おまけとして不思議なデータディスクというセーブデータが配布されたんだ。これは何なの？公式公認の改造データだ。嘘でしょ？いや、これが本当にすごい状態から始めることが可能なんだ。FF7 なら全員レベル99、全マテリア所持という誰もが一度は夢見る状態で、最初から始められたりする。当然、公式公認だから問題は何もない。改造をする必要がないわね。目には目をって感じの対策だな。というわけでプロアクションリプレイの紹介だったぜ。根本的なことを聞いていい？どうしたんだ？改造するのは悪いのは分かっているわ。でも犯罪になるのかしら？違法になるかどうかってことか？よし、そのあたりを解説してやろう。と言っても専門家ではないから、細かい解釈で間違っているかもしれないけど、そこは許してほしいんだぜ。分かったわ。まずは大前提なんだが、ゲームの改造は著作権法に抵触するかどうかなんだ。ゲームにも著作権が適用されるのね。結論から言うと、個人で楽しむには問題ないが、不特定多数の人に配布されると違法、という理解で構わないぜ。どういうこと？例えばアマプラでアニメをダウンロードする、そしてそれを視聴する。これに関しては全く問題ないよな。むしろ問題になる方が問題だわ。こうして個人で楽しむ分には問題ないぜ。じゃあこれを YouTube で上げたら？それはアウトね。不特定多数の人が無料で見られるのだから。著作権の他にも色々とアウトだわ。これはゲームでも著作権法で判断するなら同じことが言えるんだ。つまり個人で楽しむ分には問題がないんだが、そのデータをネットに公開するのは違法だ。近年もゲームはネットに繋げることも多いから、改造したらすぐにバレてしまうだろうな。でもゲームの改造で裁かれたって話を私は聞いたことがないわ。じゃあ次は業者が裁かれた改造ツールについて紹介してやろう。ということで次はマジコンの紹介だ。聞いたことがあるわね。マジコンはマジックコンピューターの略で、SFC の時には存在していたんだ。全盛期は DS の時だな。これは何ができるの？
一言で言えば無料で新作ゲームが遊べる。嘘でしょ？だが先に説明すると、そもそもマジコン本来の使用用途は違うんだ。SFC のカセットはセーブデータが消えやすいって話は聞いたことないか？お気の毒ですが冒険の書は消えてしまいましたや。000ってやつね。ゲーマーにとってセーブデータが消えるのは悪夢だ。そこでデータのバックアップを取ろうと考えた。これがマジコンの本来の用途なんだ。バックアップを USB に保存する感覚ね。その感覚に近いな。SFC の時はフロッピーディスクに保管できたんだ。一種の防衛策として機能はしそうね。だけどなんでそれが無料ゲームに繋がるの？マジコンでコピーできるのはセーブデータだけじゃない。ゲームソフト本体もコピーできたんだ。え？さてこうなるとどんな輩が出てくると思う？あ、海賊版が横行するわ。その通りだ。データを売って利益を得ようというせこい奴らが出てきたんだ。もちろんゲーム会社には一銭も入らない。最悪ね。でも SFC の時は機材の導入や専門的な知識が必要だったから、敷居が高くてそこまで流行しなかったんだ。しかし DS の時は話が違う。どういうこと？技術が進歩したおかげで専門知識なしでもコピーしたソフトが遊べるようになったんだ。そしてもう一つ、インターネットの普及によって新作のゲームソフトが、無料でアップロードされるようになる。だから爆発的に普及していったのね。なおマジコンによる被害は3000億円とも言われているんだ。東京オリンピックの経費と同じぐらいじゃない。後年はソフト側にいわゆるコピーガードが導入しては破られるという、いたちごっこが続いたんだ。しかも嘆かわしいことに、大人が子供に買い与えているという、状況もあったみたいだな。違法って気がつかないものなのね。ただこの事態を重く見たゲーム会社は、マジコンの販売業者に対して裁判を起こしたんだ。それがいわゆるマジコン事件だな。ついに裁かれるのね。任天堂を含むゲーム会社54社は、マジコンの販売業者に対して、不正競争防止法を根拠に提訴したんだ。著作権法じゃないの？著作権の侵害をしているのはマジコン業者ではなく、違法アップロードをしているものだから、それで提訴するのは無理と判断したんだな。実際に個人で楽しむ範囲のコピーであれば著作権法に該当しないからな。ゲーム会社はそれを販売するお前らが悪いと訴えたんだ。ちなみにどんな法律なの？文字通り不正な行動は NG だ。例えば他社製品の消費者を騙して購入させようと、他社と真似たパッケージを作って、販売をすることなんかが当てはまるぜ。あれ？この場合は？この場合は粗悪な模造品が出回ることによって、消費者が安心して商品を買えなくなる、という解釈で提訴しているな。要するにどういうこと？一部私の解釈も入っているが要するに、ゲームの粗悪品の元となるツールを販売しているお前ら責任取れや、という裁判だ。54社が激おこなことは分かったわ。当然なんだがゲーム会社側が勝訴する。当たり前よね。マジコン業者は販売も輸入もできなくなったんだ。そうして徐々に廃れていったのね。あとはハードの進化によってマジコンは完全に対策されたんだ。3DS ではマジコンを使用した形跡があると、本体のアップデートができない仕様になった。こうしてマジコンの使用者も裁かれたってわけね。ということで史上最悪の改造ツールマジコンの紹介だったぜ。最後に紹介するのはカスタムファームウェアと言われるものだ。なんだかすごく難しそうなんだけど、これは PSP でよく見られた改造の方法だ。今度はソニーの話なのね。これは何ができるの？何でもできる、と言うべきだと私は思うぜ。何でも？例えばマジコンみたいな無料で最新ゲームはもちろんだが、PSP で任天堂のゲームが遊べたりする。え？そんなことができるの？もちろん無料でな。いや違法ダウンロードでしょ？この改造を解説する前に PSP というゲーム機について軽く触れておくぜ。PSP は2004年に発売された高スペックの携帯ゲーム機だ。映画とかも見れたって聞いたことあるわ。音楽も聴けたし、Wi-Fi に繋ぐこともできた。当時は画期的な機能を数多く有していたんだ。今のスマホみたいな感じかしら？そんなイメージで構わないぞ。それでカスタムファームウェアとは何かという話をする前にだな。そもそもファームウェアとは何かという話や。PSP の改造の歴史に触れないといけないんだ。やっぱり複雑ね。まずファームウェアなんだがこれは制御装置のことだ。iOS の PSP 版みたいなイメージでいいのかしら？その理解で構わない。そして PSP の最初のファームウェアはすごく脆かったんだ。脆い？簡単に言うと自作ゲームソフトが起動できる。つまりやろうと思えば、マジコンみたく無料で最新のゲームを遊べるようになるんだ。それは絶対にダメね。だからソニーはファームウェアをバージョンアップさせることによって、自作ゲームソフトなどが起動できないようにするんだ。だがハッカーたちは、バージョンアップしたものを以前のバージョンに戻す方法を、何個か見つけ出すんだ。意地でも無料でゲームしたいのかしら？でもハッカーたちにここで問題が起こる、最新のゲームが遊べなくなるんだ。どうしてかしら？ファームウェアが古すぎて最新のゲームに対応していないという状態になったんだ。古すぎて起動できない状態なのね。その通りだな。だからハッカーらはとあるものを開発したんだ。それがカスタムファームウェアってことなの？そういうことだ。このカスタムファームウェアでは自作ゲームソフトを起動できつつ、さらに機能は最新のものになるんだ。ねえ、これって直接データを書き換えないとできない方法よね？そうだ。だからカスタムファームウェアはこれまで解説していた2種類とは難易度が全然違うんだぜ。やってることはエグいけどまさに改造って感じね。だがカスタムファームウェアもソニーに対策をされるんだ。というのもカスタムファームウェアを導入するには、
あえてもろい最初のファームウェアにバージョンダウンする必要があった。しかしソニーは最新の PSP を出すなどして、カスタムファームウェアを導入できないようにするなどの、対策を行ったんだ。ソニーもしっかりと対策をしてきたのね。それに対抗するためにハッカーはとんでもないものを出した。とんでもないもの？それがパンドラバッテリーというものだ。ただのバッテリーよね。これは PSP をリカバリーモードで起動できるものだ。日本語でお願いします。じゃあリカバリーモードの説明だな。これは簡単に言うと、機能をすごく制限して起動することで、データのバックアップを取るものだ。本来は PC とかにつく機能なんだが、PSP にももともとそのモードが搭載されていたんだ。とてつもなく嫌な予感がするんだけど。そうだな、このモードによって改造がやり放題になるんだ。でも待って、なら PSP が発売してすぐにこのモードで改造できるんじゃないの？このリカバリーモードは特殊な機械じゃないと起動ができないモードなんだ。そしてその特殊な機械がパンドラバッテリーってわけなんだぜ。なんだかわからないけど、とにかく違法なものに使っていることはわかったわ。でもなんだか執念がすごすぎない？なんでここまで躍起になっているのかしら？ゲームの改造は絶対にやってはいけないことは前提とするんだが、快適な環境でプレイしたいという意味で言えば、この改造自体は理解できるんだぜ。どういうこと？ PSP のソフトは UMD 規格という PSP のみで使用されたものだ。UMD 規格なんて聞いたことないわ。PSP 独自のものなのね。これをゲーム機の中に入れてゲームを遊ぶんだ。原理はプレステと同じだ。中のソフトが回転してゲームを遊ぶ。え？それって音がひどくない？そうだ、ロードをするたびにデュイーンという、轟音を響かせるんだ。さらにロードが長い場合もある。これが PSP での通常プレイだ。カスタムファームウェアは違うのかしら？カスタムファームウェアの場合はメモリースティックにあるゲームデータを呼び起こして、ゲームをプレイする。音もしないしロードもかなり早いんだ。快適な環境でゲームができるのね。だからゲーマーとしてはこの改造をしたいという気持ちは100歩譲って理解できるぜ。ただ完全に違法だ。快適なプレイ環境を求めて違法行為をするのは、本末転倒としか私は思わないぜ。私も同じ考えだわ。ということで今回はゲームの改造についてまとめてきたんだぜ。絶対に真似して改造とかしちゃダメよ。そして無料で最新ゲームは絶対にダメよ。違法かどうか以前に作った人への冒涜でしかないわ。そうだな、要はお前の作ったものは金を支払う価値がないと言っているようなものだからな。仕事をしている人は逆の立場になったら怒りしか込み上げてこないんじゃないのか。なんだか熱くなっちゃったわね。そりゃ私たちはゲームが大好きだからな。特にシューティングゲームな。私たちのホームみたいなものだしね。ちょっとでも私たちの熱さが伝わったらコメントで反応してもらいたいぜ。皆さんの考えも聞かせてほしいわ。それじゃ次の動画で。またねー。